はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界、スペシャリスト社の半間巌先生です。現在ゼロトレーダーは FX 投資となってます。で、スペシャリストのバイナリーオプションのスペシャリストの半間巌先生のインジケーターのですね、サンプル版のご紹介です。このサンプル版はねライブ版と同じように、シグナルが出ます。それでですね、通常今はこれ3になってますけどデモでね、出やすく表情出やすいようにねデモのね、通常10になってます。でシグナルがこうアラートが出てきますね。でこの表示では点だけで、上か下か分かんないんですけどもこちらのシグナルアラートによってですね、インジケーターのシグナルアラートによって今、ユーロ JPY のセールというふうに出たんですね。これなんですね、一番頭の上、20時11時18分ですねと出たんですけれどもシグナルはこのアラートに従ってね投資できます。で、今これは15分のバイナリーオプションのインジケーターになります。で1分足ですね M1 の足で分析してるわけなんですけれども今ちょっと試験運用なんで、これは3になってるんですけどね先ほど言ったように、3回に1回の確率でね、ランダムに、デタラメなシグナルが送られます。それでその時は分かりませんけども次のシグナルが出ると、ね、まだ出てませんけどね前に送ったシグナルはデタラメですよというふうにちゃんと表示されます。それによってね、電盤でライブ投資ができないようにしてるんですけれども通常10回に1回ですね今3回に1回で表情出やすくしてましてちょっと待ってるんですけども電盤のね、インジケーターですね、ライブと全く同じなんですけどそれで、全く同じようにシグナルが出るんですけどライブねで、たまにね10回に1回1回のシグナルで10回に1回ですね、ランダムっていうか逆にね上を取引なんだけどそれを下に逆にしてしまってシグナルを送ります。でそれはまだ分かんないんです通した後の結果でここに出てきますね。次のシグナルが出てからね、この通貨国別で通貨国のねシグナルが出次に出た時に知らせます。それで、そういうことのダミーがデモではたまにランダムに出てきます、ね、それでそのまま通しても、10回に1回、ダミーが出ますからね、10% ダウンになるわけですね 5% ぐらいか 10% ダウンするわけです、ランダムにね、シグナルで、偽装のシグナルが出てきます。デモなんでね、ライブ投資できないようにしてますけれども、次のシグナルの時に前の送ったデータは、シグナルはあんま出てきましたね。違いますよってちゃんと表示されますから。だから、ちゃんとライブは、勝ってるなとか負けてるなっていうことが全部わかるわけです。同じなんですね。それだけなんで、ちゃんとメッセージに出しますからね。で今のところ同じ通貨で出てませんから、まだ出てきませんけども、これ15分経たないとね、1回の周期、通貨国は、次シグナルを送りませんから、
13ですね。これは起きませんからね。ちょっと間があるんですけど、ちょっと休んでビデオ止めて、また、シグナルが来たら、その時にシグナルできた時に説明したいと思います。まあこんな風に出てくるんですね。この通りね、時間にすぐね投資すればいいわけです。で、今ちょっとシグナルが出やすいように、パーセンテージ 50% 以上、 50% 以上の 1.0 ピップス、平均ピップスがね、1回のシグナルで以上で取ってますから、ちょっとたくさん出てきます、シグナルがね。そういうね、今たくさん出てきますけれども、実際はね、これが 60% 全体のシグナルはね、 60% かで、最近の10個のシグナルは 90% とか 80% にして設定してやります。だからシグナルがほとんど出にくいですけど、いいのだけキャッチしてシグナルを送るようになるわけですね。この選別がついてできるんです、入力でね、インジケーターで、ね、で、これ高めにしてね、 100% ぐらいにしてもいいわけですよね、ここのところ、最近のところね。そうにして、で、やっと少し利益取れるかなということになりますから ね 100% とでもちょっとだけですね、ということでは注意してください。同じにはなりません、だいぶ落ちますからね、実際はね。で、このね、ダミーだよって、今のところこれ全部わかんないわけです。ダミーかダミーじゃないかね、メッセージで出てきますね。ちょっと広げておきますか、準備でね、出てきますけどね。ちょっと15分周期、次のシグナルが同じ数学で出ない限りわかんないんでね、ダミーのデタラメのね、これシグナルだったかというようなことがね、明記されますから、デブ版はね。で、ちょっと待って、まだ15分ぐらい待ってますね。シグナルはこんな風に、出るのはこれだけ、白持ちになるわけですね。シグナルが遅れる通貨ここはですね。まず、このようにシグナルとかいくつも出てます。こうね。で、これはだから、サンプル版なんで、お見せしたいのは、ダミーのシグナルが送られます。めちゃめちゃのね。で、その時の説明でね。まだ立ち上げたばっかしなんで出ませんけれども、お配りしてるのは10回に1回ランダムで出るんですけども、今出やすいように、デモ音を3にしてるんで、3回に1回、ダミーのシグナルが送られます。だから通常送るシグナルの逆にね、投資します。こちらで分析したシグナルに反して逆に、今は3回に1回出てきます。で、その時は後でメッセージ出します。評価が終わってからね、採点が終わって、15分バイナリーオプションのね、締め切りになってから、次のシグナルでね、前のシグナルはダミーでしたよというふうにメッセージ出ますからね。出てきましたね。ここ出てきましたでしょ。これなんですよ。これはいいんで合ってんですね。前に出てきた AUDNZD、これですね。これ。ここはここですね。このシグナルはダミーで、実際はこのバイじゃなくてセールでしたよって逆にね、しちゃってます。で、ここに教えてます。この通貨国の2回目にね、このメッセージ出てきます。で、教えます。それから、これね、これもそうですね。これは、ユーロ USD だから、ここから近いの。これですね、これ。これは、これですね。実際これセールなんだけど、バイに送ってんだけど、ね。ダミー。だからここにメッセージ出てきます。次のね、
ユーロ USD で、次の2、これ2回目のシグナルですね、送られてきたんですけど、まあ、またこれはダミーかわかんないけど、こういうシグナル、ユーロ US でね、投資してくれないセールって出てるんですけどね。その、前のはダミーでしたよ、と、ユーロ US。ここから見てユーロ US で一番近いところね。これですね。これは偽物でした。だから、本当はセールって言ってる、逆にバイトを、ね、打ってきております。ね。というふうにね、教えてます、ちゃんとね。で、ライブ版ではこういうダミーは出しません。ね、今ちょっと出やすいように3回にしてますけど、10回に1回出してます。ね。ね。少なくしてます。この3回に1回にもう多く出ないんで、出ませんけど、今表情を出やすくするためにね。だから今は2つ出てきたわけですね。これだけ投資してて。ね。だそういうことをよくちょっと、サンプル版はね、全く同じだけど、たまにこうダミーで、この前の打ったシグナルがね、違いますよと、デタラメで打ったやつですよというふうにメッセージ出てきます。ね、次のシグナルが出たときね、ですから、このように、そのダミーのシグナルが出たとしてもね、前の集計、この AUD、NZD、AUD、NZD ね、これ、倍じゃなくてセールだったよということで分かってまして、分析データもパーセンテージもそのね、で計算されています。入ってるわけですね。で、だから、ライブ版と同じように確かめられるということですね。ライブ版と同じように確かめられると。だから、このサンプル版でも全く変わらないんですね。ただダミーが出るだけで、ね、ライブ同士がしにくいようにね。ライブ同士はね、サンプル版は禁止になってますから、ね、無料版はね、ライブ同士禁止になってますから、このようにダミーがたまに出されます。ね、10回に1回で出てます。今はここにデモオンっていうのは3回ですけどね、表情出やすいように3個にしたんですね、多くしたんですね、3回に1回にしたんですね。ちょっとクリームこれ僕クリームつくんだけど、薬用クリームいいんですね、これね。僕は薬用このクリームが気に入ってます。これいいですね。非常にね、いいです。よく使ってます。でこのように、ね、ダミーコードということですね。で、こんなに 50% 以上で1ピップ数、1ピップ数以上ってやってるんですね。今、これ、シグナルが出やすいようにしただけですね。実際は 60% の 100% とか 90% とかします。ね。そういうので分析します。ね、たまにシグナルがしか出ませんけども、その方が勝率がいいからね。そういうふうにして投資しますね。あとそんな感じですかね。またシグナル出たですね。これですね。ユーロ JPY 前は、これもダミーでしたね。ユーロ JPY。これですね。これダミーだったんですね。これは倍で本当は打たないといけないわけですね。というふうに、前にね、シグナルを送ったのがダミーかいうのが2回目で出てくるわけですね、みんなね。ね。まあ、サンプルの方はこれ今、出やすい3回に1回だけ多く出ますけどね、めちゃめちゃのね、シグナル。10回に1回だから少ないですよ。ね。こんなに出てきません。表情出やすくしてます。うん。まあそんなことで、サンプル版の無料版はこのようにライブ投資できないようにダミーが出てきますけども、結果ね、終わってから前のはダミーでしたって伝えてくれますからね。本当に勝ってるか勝ってないかサンプル版でもわかるということですね。あと説明しないといけないの。まあ、このようにね、いろんなのありますね。こういうのがね、今、僕が発表してるのがね、
この下にねリンク先にこれ、サンプル版全部無料で入手できますから、これと同じのものがね1個2345 6個ありますね。これは僕オリジナルでね、なんですね、調整用ですね。こう6個あります。このようにね、15分のバイナリーオプションで、また特殊な15分のバイナリーオプションで、1分の60秒のバイナリーオプション、30秒、3分のバイナリーオプション、5分のバイナリーオプションですね。今6通り公開してますから入手もできますね。サンプル版無料で、ね、これと同じものが使えますからね。この表示の仕方ね。でこれね、表示ありますけど27っていうの、この 70.641% っていうのはね、この全体ですね、表示で分析されている全体のシグナルの27個出てるんですけど、その勝率が 70.641% ですよって出てるね。これは最近10ってあるのが最近10個ですね。これ今10個必ず最近は10個で見てます。どんな場合でも10個で見てますね。 で10個では勝率 70.100% ですよということね。最近なんで10個はね。でそれでシグナルをこれ出しましたよっていうのまた出てきね。今度は GBP-US っていうですね、ここの下にこれがあります。メッセージないから前のは偽物じゃないよって、これね、これは偽物じゃないということをね、偽物だったらここに表示されますね。GBPS にね。ということですね。これがサンプル版で、まあ変わらないんで、変わらない。で、外部版と全く同じものだからもう全部チェックできます。ね、設定も全部できますから、外部版と同じように。だから、細かく本当に稼げるのかとかね、稼げないのかということはね、もう正確に全く同じだから分かりますっていうことなんですね。この機能をつけたおかげでね、このように全機能が使えるわけですよ、ね、でシグナルも全部正確にこのように表示してね、見れば全部分かるわけです。だから、うん、これがものすごく設定で勝てるななんて言ってねライブ版じゃ購入して現金を大金としてみようと、もう大丈夫なんですよ。この半間洋先生のインジケーターはね、サンプル版だけで。サンプル版で通用したらライブ版も同じでね、通用します。100%。ね。これが、スペシャリストの半間洋先生のサンプル版のね、いいところなんですね。嘘だ、本当だ、本当に稼げんのかなんてね。全部サンプル版でね、見て、ね、本当に稼げてる。その通りです。ライブ版も同じに全く 100% 同じに稼げます。ね。このサンプル版で稼げたらね、こう見てね、こういうダミーもありますけど、前のダミーは偽物で反転すればいいなという、これはね、DJ だから、これが偽物なわけです。これが、ね、セルだったけど、が偽物で、これは本当はバイだよとね、ね、上に、買うわけですよね。で、わかるんで、本当に、勝ってるな、わかるわけです。まだ、ユーロ、USD 出てきましたね、シグナルがね。58.911% と 50.11% ですね。ついに出てるわけですね。で、本当に勝てるか分かるわけですから、サンプル版でね、あ、こんなに稼げるのかって言ったら、ライブ版ですぐ購入して構いません。で、そのまま大金積み込んでも大丈夫です。同じように稼ぎます。ね。これが、私のインジケーターの良さですね。サンプルで 100% 分かるんですね。ライブ版ね。だから、普通のなんかライブ版購入するの怖いなんていうことが私の半間洋先生の場合はないんですね。サンプル版はがもう本当に同じもんです。だからサンプル版で稼げればライブ版も本当に同じなんですね。
だからね、非常に、誰でもこのサンプル版でね、すぐ分かってしまう。これは多いお茶のお茶なんですけどね、美味しいですね。氷入れて、そういうことでね、サンプルの版のね紹介でした、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生でした。どうもありがとうございました。ぜひね、この今6通り公開してますからね、またシグナル出てきましたけども、ライブではこのシグナル通りね、設定を良くして投資すればいいわけですね、ということです。どうもありがとうございました。